ただのお客さんじゃありませんよ。どんなの？パッと見ていただいて分かるように、ああほらいかにも、ああ、お前、あちらにいらっしゃる40名の皆さんは、ああ、アジアの方を中心とする日本在住の外国人の皆さんでいらっしゃいます。ああ、でこちらにいらっしゃるのは、うん、通りすがり、はい、今日いらっしゃってるお客さんは、この時点でアジアが一つになれるかなれないかを皆さんに聞いてみたいと思います。お手元に紙を、なれると思う人は青、ああ、なれないと思う人は赤で一斉にドン、真っ赤っか。通りすがりの日本の方はほとんど赤です、はい、外国からいらっしゃってる方は若干慣れるという方が多いですが、青の人何、どこの国の方が多いのかな、はい、中国の方です。中国の方、中国の方、中国。さあということで、この皆さんがですね、この1時間半の議論を通じて、もしかすると今非常にネガティブですけど、前向きに変わっていくかもしれない、はい、ということで、一つになるためには、はい、やはりやっぱ温度を取るところが必要ですよね。そうですね。ね、で、どこの国が温度を取るのかというのが最初のテーマ。世界の陸地の3分の1、世界人口の2分の1以上を占めるアジア。これまで日本はアジア唯一の先進国として欧米と渡り合い、アジアの国々を牽引してきた。そう、日本はアジアのリーダーだった。ところが、ここに来てその座が脅かされている。昨年、韓国のイ・ミョンバク大統領が、今後は韓国がアジアのリーダーになるという大胆な計画を発表。しかしその直後、中国で行われたネットアンケートの結果、なんと 96.3% が韓国にリーダーの資質はないとバッサリ。一方、その中国のここ最近の凄まじい台頭は誰の目にも明らかで、軍事力はもとより世界経済においてももはや日本をしのぐ存在感を誇示している。果たして近い将来、アジアが一つにまとまるには、日本と中国どちらのリーダーについていくのが望ましいのか。そこで、そこまで言って委員会緊急世論調査、関西在住の外国人の方々にアンケートを取ってみました。日本か中国か、アジアのリーダーはどっちだ。はい、日本。日本、はい、日本ですよ。中国は嘘つきが多いし、なんか好きじゃないんだね感じして、はい、日本の経済能力は中国よりもそんなにないけども、今でも技術が十分買ってますので、日本は絶対リードしてほしいです。といった感じで、日本と中国を除く国の方に聞いて回ったのですが、圧倒的に日本を押す声が多い。でもよくよく考えてみると、この方々は日本に何かしらのゆかりがある人や好きで訪れている方々なわけですから、のんびり気になるのは当たり前。うちらは日本におるから。そこで中国の方にもお話を伺ったところ、中国、今までは日本は良かったと思うんですけれども、やっぱり中国ってすごいスピードで発展してるし、あと物を買ったとしても消費税とかもかからないし、あと退職してもね、給料そのままもらえるし、そういったいろいろな制度もありまして、中国だ方がいいと思います。日本最近も少子高等高齢化っていう問題がなかなか難しいと なる一方ですから、で未来性はちょっと危ないだと思います。中国の方がいいと思います。確かに中国でいろいろな問題がありますが、将来では中国は世界中一番強い国だと信じです。日本は自分は言いたいことは本気には言わないですよ、うん、今まではアメリカとかヨーロッパでも言うべきところは言わない、後ろからぐち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 言うだけ。みんなはリーダーしたいです。日本と中国は仲良くして、韓国と一緒にみんなに仲良くして、でもこの番組は好き。ほぼ毎週委員会を見ているというこのご主人、出演者に言いたいことがあるようです。この人は一回はわけわからないことで自分中国もあるという、あの番組で
中華料理は残ったものをみんな回すとかわけわからないんだけど、みんなみんな中国人とか中華料理はみんな残ったものをお客さんまだ出してまだ温めるとか、僕はあれからはあのこの人は嫌いな。どの人です？台湾とか別々とかああいういろんな問題で、あれはしょうがないことや。あなたはぐじ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 中国の悪いことだけは言うのは、いい面もあるし悪い面、そうしないと台湾の企業なんで中国行くの、日本の企業みんな中国行くの、なんで文句ばかりじゃなくてもう年寄りになってるし、もうこれで気をつけてくださいから。それはともかく、結局お話の聞き部分での結果はこうなりましたが、ここでアジアの皆さんに質問です。アジアを一つにまとめるリーダーとしてふさわしいのは日本か中国か、どちらだと思いますか？まあ、最後中華料理の方はまあそれはそれなりにね合ってることは言ってますよね。日本は後でぐち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 ね。せやけど中国人使い回ししてないか？してるで。それ私に言われてもわからない。さあ、中国の方でも。私は今は日本だと思いますね。中国はやっぱり経済もうもっぱら経済に今向かってて、本当に他の人にあの他の国に配慮する、そういう部分、余裕がちょっとない、逆に、あと支援する力とか、まだ日本に及ばない、からそういう面でやっぱり今は日本だと私は思います。今の外交事例だと思いますよ。いや本当に私はそう思います。今の外交事例、じゃあリーダーっていうのは日本がリーダーになるんだったらどういう形で日本がアジアリードしてるんですか？例えばですよ、例えば共同で資源の調査をしましょうって言った時に、これは中国は言えないんです今、いやそれは日本がね、越前クラゲが大量発生してますよね、それで日本の漁民たちが非常に大きな損害を被っている、しかしこの越前クラゲは東シナ海とか黄海で発生してるって言われてるんです、そこを調査しなければいくら日本で対策を講じても無駄なんですよ。でもそれを一緒に調査する資金力は中国にはまだないわけです。でもね、父さん、これを日本がやってるんです。中国に資金力はないとおっしゃいますけど、アフリカ諸国に対して中国は莫大な援助してますよね。これは実はあのいい援助ばかりではなくて、そうそう武器の支援も含めてやってますよね。そうそう、余裕あるじゃないですか、マラソンで言ったらペースメーカーを出せようとするだけですよ。絶対先進国先走らせて途中からアフリカ踏みつけられるみたいな。そうそうそう、このパネルの中で中国と答えてるのはコウさんだけなんですよ。でレギュラーの皆さんがどうなのかというのもちょっと一遍一斉に見てみたいと思います、さあドン、こっちの方がね、ほら中国、あれ三宅さんと田島さんが中国、一緒だ。なんであのね、大変残念だけどもね、今の民主党政権が続く限りね、日本がリーダーシップ取ることはありません、民主党政権というのはね、反米美中政権だしね、政策的には社会主義政権だから、こういう政権が続く限り日本は衰えることはあってもね、栄えることは難しい。例えばいろんなことやってるけどもね、財源なしにばらまきやるね、これはね国民精神を腐敗させますよ、堕落させる、ものすごい勢いでうなずいてたのがタイのカニタさんなんですけど、今日本特に鳩山政権は守りの政策に入っていますので、人が守りに入ってしまうととてもリーダーとしては資格がない、どうしても少子化高齢化社会、それから年金問題内向き志向になっているから、とてもあのリーダーとしての資格はない、反対に、反対に中国は今度は攻めに入っていて、もう経済さえ成長すればいいと、人権問題とか環境問題とか無視して進めてるじゃないですか、でもね、例えば今の民主党だったら無理だとおっしゃるの、私もそれすごくよくわかるんですよ。でも今松尾さんがおっしゃった内向きってのも自民党の時から内向きでね、世界が何やってるかよくわかんなかった、で民主党になって変わろうとしたんだけど変われないのは、やっぱり自民党の頃のその内向きの外務省なり何にしろ官僚にしろなんかシステムがあるんですよね。誤解招くから言うけどね、彼がそのリーダー、彼女がリーダーシップを中国が取るっていうのは中国に取ってもらいたいっていう。違う。私は残念ながら今のまま行けば中国になる。ちょっと違います。あのね、小沢一郎さんがあれだけの人たちを連れて中国詣をしたということ、これは画期的な話なんで、自民党はさすがにそういうことをしてないわけですよ、だから私は希望的には日本がリーダーシップを取ってほしいけども、今は中国がのさばってるんだっていうことね、それを許してるのはね日本人なんですよ。実はね東南アジアの人たちっていうのはみんなやっぱり日本にリーダーシップ取ってほしい、なぜなら日本は怖くないから、そんなこと怖くないのよ。